はいどうも皆さんこんにちは、こんばんはみのけんじです。さあ本日の動画はこちら。さあ英雄伝説怪の奇跡フェアウェルオーゼムリア、さあこちらの発売日決定しましたね。2024年9月26日発売と。さあそして新たな情報として、まあウェブ CM が公開されているのと、キャラクターページ更新、あとシステムページのデュアルアーツZOC、これゾックって読みたいみたいですね。でそしてキーワードの更新と。まあ、で空中危機にスターテイカー計画、オレと実習、マルドック総合警備保障、そしてアンカービル氏、そして黒猫の野邸っていうものかな、ランスター家がアンカービル氏で経営しているカフェブラッスリー。ほうほう。現店主は映画女優ジュディスの母にして仙台グリムキャッツのクロエ・ランスターが務めてる。なるほどね。で、そしてこれがアンカービル総合病院か。ほうほう。そしてシステム面で言うと、デュアルアーツ。前作も出てきたデュアルアーツがさらにパワーアップして種類が増えたと。地水火風地空幻と7つの属性を持つオーバルアーツに対し、2つの異なる属性を合わせ持つ高位魔法デュアルアーツ。消費 EP が多い反面、通常のオーバルアーツをはるかに上回る威力を秘めています。今作では敵勢力との激闘に向けて新たなデュアルアーツが多数使用可能に。ほうほうほう。これが新しいやつ。なんだろ、でっけえ拳それが地面に叩きつけられてるって感じですね。もう一つはこれなんだろう、奇妙な触手がタコの、タコみたいなね、これね、イメージはタコって感じかな。そしてこのマガマガしい、なんだろうこれ、悪魔みたいな感じのですね。さらに強力なデュアルアーツが使用可能となると。で、ブリッツシステムに。で、これですね。ZOC、ゾックって読むみたいですね。フィールドバトルとコマンドバトル。両方で使えるものとなってますね。フィールドバトルでは画面右下の専用ゲージが溜まっている状態で対応ボタンを押すことでゾックが発動しますと。うん。これですね。これのゲージが溜まると R3 をホールドってことは長押しってことか。なるほどね。でそのゾックが発動中は敵のスピードが遅くなるためフィールド上で一方的に攻撃することができます。またゾック発動中はプレイヤー側の攻撃力が激増するだけでなく、ヨスタンダメージも上昇するため高い守備力を誇る敵でも容易にスタンさせることができます。へえ。でこれがゾック発動状態。へえ、なるほどね。でコマンドバトル時ではシャードブーストを2回発動しフルブースト状態になることでゾックが発動します。発動することで対象となるキャラクターは連続行動が可能に。さらにブースト状態も通常より1ターン長く維持することができるようになりますと。ほうほうほう、なるほどね。これが続活動状態、通常バトルでのですね。なるほどね。なるほど、確かに連続行動が可能になってますね。ってなるとアーツとかを即時に発動するっていうことも可能になるってことか。なるほどね。そしてキャラクターページ更新ですね。これはメインのキャラクターですね。それぞれのキャラが新しい衣装ですね。まあ、ベルガルド、ゼーマンは前と変わらないけれど。全体的にそうだな、カジュアルな感じになってるかなって印象ですね。で、まあ気になる情報としては、例えばリゼットのスクリーンショット、これですね。
リゼットの何か過去に関わることとかが起こるのか。あ、まあ、あとは、これですね。これ多分ジュディスのお母ちゃんでしょうね。顔はちょっと隠されてるけれども。まああと気になることといえばやっぱユンカーファイ老師ですよね。確実にストーリーに絡んでくると。プレイヤブルキャラクターとして使えるかわからないですけれども、確実に今作は出てくると。それが非常に楽しみですね。ペリの衣装もかなりカジュアルというか身軽になってる感じかな、前作よりも。あと気になることといえばこの辺かな。ゲネシスがここに置いてあると。でこれ誰だろうな、ちょっと見切れてて分かんないんだけれども、女性っていうことは分かる。エレインかな。エレインっぽくも見えるけれども、エレインも多分新衣装になってるよね。まあなんでちょっと確証はないけれども、エレインっぽいかなと思うんですよね。カトルもかなりカジュアルな格好ですね。まあ、気になる情報としてはこちらですね。人形兵器でもマシナリーでもないというセリフ。どんな敵が出てくるのか。あと全体的にカットインがズームアップしてる感じがするかな。この辺もそうですし、これもそうですね。印象としてはそんな感じかな。カットインがちょっとズームアップしてると。まああとは物語の核となるのがスターテイカーだったかな。これでしょうね、やっぱり。前人未到の領域である大気圏外の空間に動力ロケットで通信衛星を打ち上げ、最終的な有人宇宙飛行を成し遂げるという、まあ、これが今回のストーリーの核となるんでしょうね。そしてウェブ CM も公開されているので、それね、気になったところスクリーンショット撮ってるのでそちらを見ていただきましょう。はい、まずはこちらですね。これ前作で出てきたヨルダですよね。その後のストーリーでは確か執行者になったんだったかな。でこれプレイヤブルキャラクターとして一緒に戦ってるんですよね。まあ間違いなく結社も絡んでくるっていうのはあるんですけれども、敵か味方がよくわかんないんですよね、今回に関しては。どっちかっていうとこっちは味方寄りになるのかな。まあ展開上敵になるっていうこともあるとは思うんですけれどもね。ヨルダが出てくるってことはイクスも出てくるっていうことだよな、多分。あと結社の誰が出てくるのかちょっとまだわかんないですけれどもね。まあ WebCM ではカンパネラは出てきてましたね。で次がこちらですね。はい、来ました。超久々登場ケビン。めちゃ久しぶりの登場ですね。ストーリーに絡んでくるのは青の奇跡以来だったかな。でプレイヤブルキャラクターになるとザ・サード以来になるのかな。めちゃめちゃ久しぶりの登場のケビン来ましたね。今回もどんな活躍を見せてくれるのか楽しみですね。で次がこちらですね。はい、リーンも来ると。まあそのうち登場するだろうと思われていたリーン、満を持しての登場と。でこちら
誰だ新キャラなんだけれども、う誰でしょうね。ちょっとわからない。結社の執行者のメンバーなのか、ちょっとわかんないですね、全く そしてこちらも、なんか見たことあるようなキャラクターではあるんだけれども、多分名前とか判明してないんだよな。こちらが有人機構の宇宙に行ってる時のパイロットってことか。ってことはかなり重要な人物とは思うんだけれどもね。ちょっと詳細はまだわかんないですね。はい、そしてまた新しいキャラクター。誰だ？ライブってことは、ライブ配信してるっていうような感じなんで、まあ YouTuber みたいな存在なのかな。ちょっとわかんないですけれども、こちらも新キャラですね。そして次がこちらですね。これ多分アルティナだよね。アルティナもどうやった関わりをしてくるのか、ちょっとわかんないですね。で、そして次がこちらですね。はい、ローシー。で、この語りしてるのが刀。なんで、まあ確実にローシーは、ストーリーにがっつり絡んでくると。まあプレイアブルキャラクターとして使えるのかどうかがちょっと楽しみの一つかなって思ってますね。どのぐらいの強さなのか。さあ、そして次がこちらですね。また新しいキャラ出てきたよ。誰？ちょっとかなり謎めいたキャラっぽいんだよな。誰だろう。なんかパッと見サオにも見えなくもないけれども、なんかちょっと違うような感じなんですよね。多分新キャラクターだと思うんですけれども、ちょっとわかんないですね。そして次がこちらですね。こちらが、まあ、最後の、ちょっとスクリーンショットですね。で、こちらが宇宙空間に行ってるものなのかな？どういう状況なんだろう、これ。なんか月から見た地球みたいな感じの映像みたいだけれども、これがゼムリア大陸ってことなのかな。まあどういったストーリーの展開がされていくのか、誰が敵なのか、黒幕が誰なのか、ちょっとわかんないですけど、まあ物語の核はスターテイカー計画なのは間違いないでしょうけれどもね。まあそれが結社やらイカルが、まあそれらがどうやって関わってくるのか、まあ境界関係もそうですね。まあ世界の謎にどう迫っていくのか、まああとはゲネシスですね。まあ元々の謎もそもそもが、それらどうやってがまとまっていくのか、まあ楽しみですね。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。あとブログもやっているので、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。